マイクラムはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身のプロ野球選手、右ト左ヒ1997年にテキサスレンジャーズにドラフト7巡目で入団。その後、2000年4月23日にメジャーデビューを果たす。2004年1月5日にホセガルシアとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍。3月25日に フアンデレオンとのトレードでヒューストンアストロズへ移籍。2006年は規定打席不足ではあったものの打撃好調で、主に一塁種、三塁種、時には二塁種もこなしながら126試合に出場。5年ぶりの打率3割以上となる打率。307、自己ベストとなる出塁率。361、6年ぶりの22塁打以上となる22塁打 二年連続の十二本塁打をマーク。2007年12月14日に、兄弟の三類種を求めていた、ミネソタツインズに二年契約で、FA 移籍。2008年は、前年に主に三類種を務めた、ニック・プントが二類種へ、コンバートされるため、ブライアン・ブッシャーらと共に、肖像類種候補として期待されたが、9月4日に、解雇され、ミルウォーキーブルワーズと契約した。 2009年4月25日にニューヨークメッツとマイナー契約を結ぶ。2010年1月11日にフロリダ・マーリンズとマイナー契約を結び、4月3日にメジャー昇格。しかし5月6日にはリーフとなった。2011年6月22日にはニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。パンチ力があり、アストロズ時代は控えの選手でありながら、 2004年から4年連続で2桁本塁打を記録している。それなりに打率も残せるので代打での起用も多い。ありがとうございます。